はい、皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回の考察は平成三大コールドケースの一つ、未解決事件八王子スーパー南平事件です。この事件はたくさんのリクエストをいただいておりますので、ご存知の方は多いのではないでしょうか。リンジはこの事件どんな印象ですか？この事件は様々な考察がされており、情報も錯綜しているように感じます。犯人像も未だ特定されておらず、動機も解明されていないため、24年経った今も未解決となっている事件です。この事件は女子高生を含む女性3人が銃によって犠牲になってしまった悲惨な事件ですが、未だに犯人特定には至っておらず、犯行目的が強盗なのか怨恨なのかさえ分かっていません。警察は新たな情報を公開し、現在も犯人の行方を追っています。まずは事件概要からどうぞ。事件概要。1995年7月30日午後9時15分頃、八王子市大和田町のスーパー南平大和田店の2階事務所で拳銃を持った何者かに女性従業員3人が射殺された。被害者はパートの47歳女性 A さん、アルバイトの17歳女子高生 B さんと16歳女子高生 C さんの3人で、犯行時間は短く数分間とされている。犯人が金庫を開けようとした形跡はなく、その他の貴金属類にも手をつけず、何も奪わずに逃走している。そのため金銭目的ではない可能性も考えられる。女子高生2人は粘着テープで口を塞がれた上で、互いの右手と左手を縛られており、至近距離から頭部に1発ずつ発砲され即死の状態だった。またパート女性 A さんは体を縛られていなかったが、銃のグリップで殴りつけられた後に金庫の前に突き飛ばされたものとみられており、女子高生2人の殺害後に左右の額に銃口を押し付けられて殺害されていた。使用された拳銃はフィリピン製とみられる。強盗説と怨恨説の両面が考えられるが、当初捜査本部では強盗説を重視して捜査している。そして2010年7月に公訴時効が迫る中、改正刑事訴訟法が同年4月に施行され、公訴時効の廃止により現在も捜査が続けられている。この事件は捜査特別報奨金対象事件となっており、犯人を特定していない事件としては最も発生時期が古い事件とされている。事件当日の状況。現場は住宅街の真ん中にある小さなスーパーで、トラブルを起こせば周りにすぐに気づかれてしまうような立地だった。事件当日はスーパーから30メートルほどのところにある公園で盆踊り大会が開催されていて、夜間とはいえ普段より人通りが多い中で事件は起きた。当日非番だった女子高生 C さんは、女子高生 B さんの就業後、一緒に祭りに参加するために事務所を訪れていたところだった。犯人は閉店直後に帰り支度をしていたところを押し入ったとみられ、女子高生の B さんと C さんを縛った上で銃を突きつけて A さんから金庫の鍵を奪い、暗証番号を聞き出そうとしたとみられる。しかし A さんは暗証番号を知らなかったのか、犯人は断念し顔を見られたため殺害したものとみられている。当時スーパーではバーゲンを開催していて、普段の倍以上の売り上げがあったが、金庫は銃弾の跡があったものの鍵はかかったままで、売上金約500万円は無事だった。第一発見者は A さんの知人男性で、 A さんから迎えに来てほしいと連絡を受けて、犯行直後の9時25分頃にスーパーを訪れたが、なかなか A さんが出てこないため、先に飲食店に行ったと思いその店に向かったが、 A さんは来ていなかった。そしてその店の女将を連れて9時50分頃に再びスーパーを訪れて A さんを待っていた。しかしそれでも A さんが出てくる気配がなかったため、知人男性は不審に思って事務所に入ったところ、3人が殺害されているのを発見した。 A さんは事務所に置いてあった金庫にもたれかかった状態で、頭に銃弾2発、そして腹部にも刃物で刺した跡が残っていたという情報もある。女子高生の B さんと C さんは部屋の中央あたりでお互いに背中を合わせた状態で、粘着テープでそれぞれの右手と左手を固定されて身動きができない状態にされており、2人とも頭に銃弾1発ずつを撃たれて即死していた。
犯人は合わせて5発の発砲をしており、金庫にも1発の銃弾を撃ち込んでいたとされたが、 A さんを追い詰めるためにその足元に1発を発砲し、その弾丸が金庫に当たって跳ね返っていた長弾だったとの見解もある。 A さんは銃のグリップで殴られた上で金庫に突き飛ばされた可能性があり、体は拘束されていなかった。犯人は女子高生2人を先に銃殺し、 A さんの額に2発の銃弾を撃ち込んで殺害したとみられている。警察の捜査。スーパー南平大和田店は小規模のスーパーマーケットであり、午後5時からは A さんと女子高生 B さんの2人だけでレジを回していた。3人の殺害現場となった2階の事務所は店舗とは隔離された場所で、外に備え付けられた階段を上がる必要があり、施錠していないことが多かったため、以前に泥棒被害に遭ったこともあった。営業時間は午前10時から午後9時までであり、犯人が閉店直後を狙ったことからも計画的犯行の可能性が高く、 A さんと B さんが店舗を閉めて事務所に入るところを観察していたと推測した。そして非番だった女子高生 C さんが訪れ、事務所に3人いる状態で強盗に入り、拳銃で脅し、犯人は B さんと C さんを殺害し、金庫番だった A さんから金庫の鍵を脅し取って暗証番号を聞こうとしたが、何らかの理由で聞き出せずに殺害し逃げたものとみられた。犯人は動揺していたのか、3人の財布や事務所にあった貴金属類に手をつけなかったことや、A さんだけ暴行の上2発の銃弾を撃ち込んでいることから怨恨の線も浮上したが、警察は当初強盗の方が有力と見ていた。犯人が使用していた拳銃はアメリカのコルト社製、もしくはフィリピンで製造された模造拳銃だとみられた。この拳銃は回転式の38口径であり、命中精度は悪いとされているため、犯人は確実に殺害するため至近距離から発砲したものと思われる。そしてこの拳銃は過去に発生した事件で暴力団員が所持していた拳銃などと酷似しており、犯人は暴力団関係者と密接な関わりがあった可能性があるとして調べた。また警察はフィリピン警察に協力を仰ぎ、拳銃が製造された製造工場を視察して犯人が使用した拳銃の洗浄痕のデータ照合をするなど、拳銃の出どころを探した。現場に残された靴跡に該当するスニーカーは2種類あることが判明している。靴のサイズは26センチで、使用状況については真新しい靴ではなく、ある程度履き込んでいる靴であることが分かっている。この靴については警視庁のホームページに詳細が載っている。また犯人の足跡には熱が加えられて溶けた鉄や植物の胞子などがついていた。鉄は溶接作業の際に飛び散る鉄粉とみられ、犯人が溶接作業に従事していたか、鉄工所などに出入りしていた可能性があると考えられている。スーパー南平大和田店はセキュリティが甘く、何度も泥棒被害に遭っていたこと、犯人が金庫に固執した形跡があったことから強盗目的の可能性が高いとみて捜査しているが、犯人につながる手がかりは見つかっていない。さらに事件当日、閉店直前に果物や焼きそばなどを購入した若い男女についても特定ができていないとして、特徴をホームページに掲載している。この男女が犯人を目撃していた可能性があるとして現在行方を探している。さまざまな犯人像。犯人の足跡は事務所内で約10個採取され、捜査本部はその足跡から実行犯は1人と断定した。この事件は当初強盗説が有力とされていたが、怨恨説も根強く、さまざまな説が噂されている。それらをまとめると、強盗説。実は現場周辺地域で似たような手口の強盗事件が5件発生していた。特に3ヶ月前の日野市の衣料品店で起きた事件は犯行手口が酷似していたため、強盗説が有力との見方が強まった。いずれの事件も外国人による犯行の疑いが濃かったが、被害者の命が奪われるケースはなかった。怨恨説。まず第一に言えるのが、経緯はどうあれ金庫に入っていた約500万円を盗み出さなかったことが挙げられる。 B さんと C さんを早くに殺害したのに対して、 A さんには
頭に銃弾を2発も撃ち込んで殺害している。そして犯行時間はわずか2分から3分という極めて短い時間で、室内を荒らした形跡がなく、犯行後はそのまま出ていったことに加え、殺害した3人の私物も荒らした形跡がなかったことから、金銭目当ての動機は考えにくいという見方もある。そして A さんは生前にカッターの刃が入った脅迫文を送りつけられる被害に遭っており、手紙にはこのままだと殺すといった内容が書かれていたとされる。 A さんが生前に何者かとトラブルを抱えていた可能性が高く、強盗を装った殺人目的ではないかとの見方がある。日中混成強盗団説。2008年秋、覚醒剤所持の罪で死刑が確定していた日本人男性死刑囚が、八王子の事件に関する情報を知っていると中国公安当局に証言したと報じられ、2009年9月に日本の捜査当局も面会し事情を聞いた。日本では資産家宅を狙った計17件の強盗事件を犯した日中混成強盗団のリーダー格でもあった日本人死刑囚は、日本警察の事情聴取に日本で強盗団に加わっていた中国人の男が実行犯を知っているかもしれない、日本で一緒に強盗団にいた時に八王子の事件が話題に上がった際に詳細を知っていたと証言した。しかしこの日本人死刑囚は中国大連刑務所にて2010年4月9日に死刑が執行された。警察はこの日本人死刑囚が言及した中国人の男を突き止め、2013年11月にカナダから日本へ身柄が移送され逮捕された。同年12月5日に旅券法違反で起訴されたが、八王子事件に関する供述は得られないまま、2014年9月に懲役2年、執行猶予5年の有罪判決が下され、9月19日にカナダに強制送還されている。その他の説。事件が発生する直前の午後9時頃に、犯行現場から20メートルほどの路上に無灯火で停車させている白いチェイサーが目撃されており、中には白っぽい服を着た若い男が乗っていたという目撃情報があった。さらに似たような目撃情報があり、9時15分から35分の間に現場から30メートルほど離れた交差点で一時停止をせずに走り去っていった白いチェイサーもしくはマーク2が目撃されており、運転していた男は同様に25歳前後の若い男で、野球帽をかぶっていたとされる。この白い車の持ち主が犯人である可能性は高いと見られているが、現在までに当時の持ち主は特定できていない。私の考える犯人像ですが、怨恨説が有力ではないかと思います。犯行時間が短かったことから、計画的に特定の人物を狙った可能性が考えられます。もし強盗目的だとしても可能な犯行時間だったかもしれませんが、犯人が強盗を簡単に諦め室内を物色もせず逃げたとすれば違和感を覚えます。また A さんは金庫番だったことから金庫の暗証番号を知らされていた可能性があり、自らの命を犠牲にしてまで金庫を開けるのを拒んだとも思えません。だとするとやはり怨恨だった可能性が高いのではないでしょうか。このように様々な説はありますが、私はやはり強盗目的だったのではないかと感じます。もし犯行が怨恨によるものだとすれば、わざわざ人目につくような場所を選ぶ必要はありませんし、同時に3人の命を奪う必要もありません。だとすればこの日に多額の現金があることを知っていた人物による犯行ではないでしょうか。もしかしたらスーパーの内部事情に詳しい従業員が協力していた可能性も考えられます。おそらく犯行は計画的だったと思うのですが、女子高生の B さんと C さんが一緒に祭りに行くため待ち合わせ場所を事務所にしていたことは想定外だったのではないでしょうか。そして女子高生2人を拘束はしたものの、騒がれたことに犯人は焦り殺害したとも考えられます。皆さんはどう思いますか。被害女性 A さん。実はこの事件が怨恨によるものだと推測された理由には、被害女性 A さんが複雑な人間関係や事情を抱えていたことが要因の一つとして考えられる。 A さんは介護福祉士の資格取得を目指していたと報道されていたことや、
スーパーで働いていたことから地味な女性をイメージしがちだが、実際はイメージとは全く違う顔を持っていたとされる。 A さんは30歳前後で水商売に転身し、八王子市の繁華街にスナックをオープンさせていた。当時を知る寿司屋の女将の証言によると、 A さんは男への金の使わせ方が尋常ではなかったから印象に残るお客だったと語っている。またスナックでは喧嘩が多く、パトカー騒ぎが一度や二度ではなかったという。スナックで働いていた元ホステスらの証言によると、揉め事の大半は店が価格をふっかけていたことが揉め事の原因だったとされる。それでも A さんには常に 4,5 人のパトロンらしい男性がいたとする証言など、非常に複雑な素性が明かされている。また第一発見者になった67歳の知人男性も昔は男女関係にあったとの情報もある。そして A さんはある愛人との関係解消にあたって5000万円の手切れ金をもらえるという約束をしていたとされる。ところがその手切れ金の約束が守られそうもないので、ある不動産会社社長に手切れ金の回収を依頼したところ、この不動産会社社長が手切れ金を回収したのに A さんには1円たりとも渡さなかったという金銭トラブルに発展している。この不動産会社社長は暴力団にコネクションを持っていた。しかし A さんも別の暴力団関係者に相談をするなどしたために、不動産会社社長宅には銃弾が撃ち込まれるなどの物騒な展開になったという。この事態に双方がある右翼関係者を仲介にして和解し、その和解金として不動産会社社長は A さんに5000万円を支払うことになっていたという。そしてこの不動産会社社長こそが事件の黒幕であるという見方が強まっていった。その和解金5000万円が A さんに渡った痕跡がないという。その不動産会社社長にしてみると、長年にわたってパトロンをしてきたり、通算すれば2億円以上月々銀行口座に100万円を振り込んでいたのに和解金も何もないと非常に怒っていたとされる。しかしこの不動産会社社長にはアリバイがあり、その後の捜査でも進展がなかった。新たな証拠、1億分の1の男。2015年2月に当時犯行現場に残されていた粘着テープから採取された犯人のものと思われる指紋と、14年前に死亡していた日本人の指紋がほぼ一致したと発表された。警視庁は当時特殊な薬品を使って粘着テープから指紋の一部を採取していたが、警視庁が保管している前科者など1000万人以上の指紋データベースと照合したところ、8点の特徴が一致する人物を特定した。指紋で8点の特徴が一致する確率は1億人に1人程度であることから、この男が限りなく真犯人である可能性が高いとされた。しかし犯人だと断定するためには12点の特徴が一致しなければならず、そのためこの指紋の男が犯人だと断定することができなかった。この男性は元運送業関係に従事していた人物で、2019年から数えて約14年前に60代で病死していたことが分かった。スーパー南平事件が発生した当時、この男性は多摩地区に住んでおり、白いチェイサーを所有していたことから警視庁により事情聴取を受けていた。この男性は死亡する12年前に盆栽を窃盗したことで逮捕され、指紋を取られたことから指紋データベースに載っていたが、殺人などの凶悪事件は起こしたことがなかった。そして捜査の結果、この男性がスーパー南平事件発生時に勤務先にタイムカードを打刻していたことから時間的なアリバイが成立しており、男性の親族から採取した DNA も犯人のものとは一致しないことから、犯人ではない可能性が極めて高いとされた。しかしこの男性は盆栽窃盗事件後も周囲の人間に対して強盗でもやりませんかと共犯を募っていたことが分かり、さらにこの男性の元同僚は暴力団関係者だったことも分かった。そしてこの元同僚は知人に対して拳銃を預かってほしいと頼み込んでいたことが分かるなど、完全にシロだとは言い難い経歴を持っているとされるが、結局警視庁の捜査は暗礁に乗り上げたままの状態になっており、現在も真犯人の特定に向けて捜査が続けられている。謎の女性 DNA。 2018年、警視庁は
現場事務所のシンク脇にあった灰皿にタバコの吸い殻11本が残されていたことを新たに公表した。一部には口紅がついており、従業員や出入り業者のものとは一致しない女性の DNA 型が検出されたという。未だに誰が吸ったものか分かっておらず、警視庁のホームページでタバコの銘柄なども公表されている。警視庁は事件前に事務所に出入りしていた女性がいるとみて捜査を続けているが、どんな人物が何の目的で事務所を訪れていたのか現在も分かっていない。粘着テープに残された指紋についてですが、ある新聞記事によると、事務所の外階段の手すりからも犯人と思われる指紋が採取されたという情報がありますが、粘着テープとは別人だったとされています。それが事実であれば、複数犯という見方もできますが、私の考えでは実行犯は一人だったように感じます。おそらくこの事件は複数の人物が関与しており、凶器の調達、内部調査、実行といったように役割分担していたのではないでしょうか。実は事務所の防犯システムに不可解な点があります。記録によると9時15分に防犯システムがセットされ、9時16分には解除されていたことが分かっています。しかし誰が解除したのか分かっておらず、もしかしたら防犯システムを解除した人物が事件解決の糸口になるかもしれません。粘着テープの指紋がほぼ一致したとされる男については、実行犯ではないにしろ何らかの形で犯人とのつながりはあったのではないでしょうか。この男は当時運送業をしていたため、日常的に粘着テープを扱っていたと推測できます。さらに周囲の人間に強盗でもしませんかと共犯を募っていたという情報からも、この男が実行犯に粘着テープを渡したと考えるのが自然ではないでしょうか。そしてタバコから検出された女性 DNA については、共犯者の中に女性がいたことの証拠なのかもしれません。想像にはなりますが、事務所内の様子を伺うために怪しまれず潜入する役割があったのではないでしょうか。この事件はもしかしたら実行犯の他に複数の人物が関わっていたのかもしれません。皆さんはどう思いますか。事件の真相とは。スーパー南平大和田店は事件後改名して営業していたが、1998年に閉店し、建物は解体されて、その跡地は現在駐車場になっている。当時女子高生の B さんが通っていた高校で学年主任を務めていた男性教師は、B さんの死を無駄にするまいと、生徒たちと共に銃器根絶を考える会を結成した。学園祭などで銃犯罪についてのレポートを発表したり、事件が発生した7月30日が近づくと、妻となり母となった同級生たちと学校で追悼行事を開催したりしてきた。男性教師はもう犯人が憎いとかそういうことを通り越して真相を知りたい、やっぱり真相を知ったら憎しみが出てくるかもしれないが今はとにかく知りたい、犯人は名乗り出てほしい、いつか事件が解明される日が来ると信じていると語っている。何のためらいもなく銃によって3人もの命を奪った犯人とは一体誰なのか、未だに多くの謎を残したままのこの事件の真相とは。この事件は A さんに対する怨恨による依頼殺人だったように感じます。私の考えでは A さんと金銭トラブルを起こしていた不動産会社社長が和解金5000万円を支払いたくがないがために知り合いの暴力団を通じてプロの犯罪組織に殺人を依頼したように感じます。この不動産会社社長は周囲にいつかぶっ殺してやるといった悪態を吐いていたという証言もあり、 A さんへの恨みが相当積もっていたことが考えられます。今年で事件発生から24年経ちますが、未だ犯人が特定されていないのは依頼殺人だったことから、事件に関与した人物の洗い出しに難航しているからではないでしょうか。私の考えるこの事件の真相は、強盗を目的としたグループの計画的な犯行なのではないかと思います。しかし計画的ではあったものの、想定外の出来事が重なり現金を奪うことができなかった事件なのではないでしょうか。
まず一つ目の想定外は、事務所内に A さんが一人でいるところを襲う予定が、非番の女子高生が待ち合わせで事務所を訪れたため3人もいたこと。そして二つ目が、A さんが金庫の暗証番号を最後まで言わなかったことではないかと推測します。犯人は拳銃を準備しているため、最初から殺害するつもりだったとも考えられますが、おそらく本物の拳銃を脅しに使う予定だったのではないでしょうか。もしかしたら、金庫に残った弔弾の跡は、脅すために一番初めに発砲したのかもしれません。しかし、A さんは気丈にもその脅しに屈しなかったが、もしくは暗証番号を知らなかったため、怒り狂った犯人に殺害されてしまい、犯人は目的を達成することなく逃走したとも考えられます。そして、事務所に残っていた謎のタバコの女性は、A さんの顔見知りだったような気がします。皆さんは、どんな考察をするでしょうか。では、今回の考察は以上となります。次の動画を見たいという方は、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。よかったらコメント欄に考察してほしい事件などがあればコメントお願いします。この動画を見ていただいてありがとうございます。では、次の考察で。